この人ゆかりさんのまあシャンソンとかそうですけど、うん、演劇に携わる、まあ、きっかけというかそういうのを話していただいていいですか。それはシャンソンですか、ちょっと演劇ですか。演劇から先行きますか。だってシャンソンは私もね。あ、そうですね。まあ私は中学校の時にもともと絵を描くのが好きで、絵しか描けないとずっと小さい頃から思っていた。だから画家になりたかったんですけど、うん、画家でどうやって飯を食っていったらいいのかが分からなくて、うん、そうね、絵を描いてどうやって商売したらいいか分からなくて、うん、だからまあ親からも公務員になりなさいと言われて、そうなんですか。美術教師に最初なろうと思ってたんです。うん、だけど先生の方にね、そうなんです、うん、そしたら絵も描けるしと思ってたんですけど、固定給もあるし絵も描けるし、公務員だし万々歳じゃないかと。中学校の時に放送部に入りまして、ラジオ番組作ったりとか、うん、そっちの方にハマってしまって、アナウンサーになりたいって思ったんです。でもそしたら浮気症浮気症、俺っぽいんです、俺っぽいんです、アナウンサーになりたいなと、自分のこう自分の、まあ、絵もこう自分を認められる媒体の一つで、また一つその頃からまあもっと変なアニメ声だったんで、変な声をしてたんで。変な声ではないですよ、可愛らしい声してるんですよ。あ、ですか、はい。なんかすごくそれがコンプレックスであり、でもこの自分を認めてくれる武器の一つだとすごく感じるようになって、うんうん、それね、そういう思いって中学ぐらいで感じれた？感じれましたね。やっぱり女性の方が先生きてるのかな。おいやいや、本当に本当に、だってそこのコンプレックスって、うん、当然僕ら音楽やるまあ、だけじゃなく、まあ、アートの世界に行く人って何かしらコンプレックスすごいもの持ってたりするじゃない、うん、それをいわゆるウィークポイントを逆にこう武器にできるというかっていうような考えが俺中学でもおそらくまだなかったような、ただただモテたいとかでドラムセットがそもそも基地みたいな感じでしょ、うん、あれで、お前ドラムセット基地みたいだってマジでーっつって始めたぐらい言ってたのね、頭の中基地みたいすごい繊細な方だなって今そういうふうにもうその時代に受け止めれてたというか、その感じれてた、うん、方やドラムセット基地みたいって言ってたまたまたこう、もなんでしょうね、両親が離婚して7歳の時に母親に捨てられたっていう思い出があり、まあ、その母親とは急な思い思い出は20何年後に探して最近会って交流は持ってるんですけど、うちの母がまたすごい母で、本当沖縄の女なんですけど、バツ4で最近5回目の結婚をしたと。恋大きい人生ですね。恋大きいで、まあ、子供は5人いて、お父さん違いが2種類いて、あ、はいはいはい、でそういうのを7歳の頃に経験してるもんですから、うん、余計その自分の育った環境とか、うん、人のお家と自分は何かが違うとか、うん、何かこう、あと栄養失調で入院したりとかもしてたんで、7歳の時にそこからが人生のスタートだったんで、うん、コンプレックスだらけで、あまりこう自分の思ったことは言えない子だったんですね。そうなんですか、全然そんなに言えない。今も言えないっていうか、本当ですか、人なんかこうあまりも何だろうな、言えないですね、そう言わずにずっと持ってます、ね、うん、でも言わなくてもいいことだったりするっていうのが大人になってわかるんですね。平和がやっぱり一番だし、なんだ、小さい頃からそのどうして人と違うことを自分を感じるんだろうとか、やっぱり思うことがいっぱいあって、うん、とても辛かったんですよね。だからもうとても言えなくて、ただその絵とかでは自分が表現できて、うん、自分の声を込めてもらって、うん、あ、こういう世界では自分とかアナウンサーになりたいと思った時に、また話が変わって、オウム真理教のその地下鉄サリン事件が、はい、そのちょうど時代で起きたんです、はい、そしたらそのオウムの地下鉄サリン事件を、あんな悲惨な事件を涙も流さず報道しているアナウンサーの姿を見て、うん、あ、私には無理だと思ったんですか。あ、なるほど、思って、うん、私にはこんな仕事は無理だわ、冷静に話せない、話せない、
って思う。まあまあそれがまあいい悪いじゃないだとは思うんですけどね、その冷静に話すという、あくまでプロフェッショナルというね意味で捉えれば私は正解だと思うし、その今ゆかりさんが言ってる感情を込めれないっていうところで自分がどう感じるかもまた別だと思うから、一概に全部では言えないだけはご理解ください。はい。フォローありがとうございます。で、自分は無理だと思った時に、放送業界他にどんな仕事があるのか調べたら、声優さんという仕事がありましたと。で、声優さんになるためには、また独学で調べて舞台を踏まなきゃいけないと。そこから、じゃあ舞台を踏まなきゃということで、専門学校演劇ミュージカル学科に行ったり、で自分で大学生でもないのに大学のサークルの劇団に入り込んで、演劇活動入り込んだ潜り込んで潜り込んだ入り込んだ、そこから私のもうなんか舞台人生が始まったという感じ。潜り込みからスタート。そうです、ね、その演劇というか、まあ、その舞台であ役を演じるという、やっぱりどこか所属しないとできないものだと思っていたので、そうだと思う、どこかに席を置かなくては演劇ができないと、だからそこの場所からまず探して、そうだよね、単純にこうバンド組むとかってああいう感覚ではないように感じるし、まあいろいろね小さな劇団だったりたくさんあるのは事実だけど、世の中に出てるその音楽、じゃあ2人、じゃあピアノとボーカルだけでもできるじゃないですか、ああいった感覚で情報入ってこないでしょ、やっぱり劇団何かに入らなきゃってやっぱ思ってしまうんだろうな、そうなんかそう思っちゃうね、わからないので、まあ、俺も今聞いてもうそうだと思うもん、やっぱそういったちゃんとした劇団入らなきゃダメなのかなって感じますよね、まだね、そうですね、それがじゃあ劇団のスタートだ。劇団のスタート、そして東京に来てあちこちに。あ、それ沖縄での話。沖縄での話。二十歳になって上京して東京来ていろ、まあ、劇団にも所属し、あちこちオーディションを受けていろんなところに出ていくうちに、あ、自分で書いた方がなんか面白いものが書けるんじゃないかとか、もうまたここでいろいろフラストレーションが溜まってきて、私だったらこうしたいな、こうするのにな、こんな本があったらいいな、こんな物語があったら素敵だなと、こうだんだん思い始めてきて、自分で本を書いて演出して、主催してプロデュースしてっていうことはそこからまた始まっていき、はるかちゃんにもいっぱいお世話になりました。あ、そうですね。私2回だけ出させてもらいました。その役者として。そうですね。でも出てみて私には向いてないとちゃんと自覚をしまして。物を作る方があってるか。そうですね。はい。なるほどなるほど。はい、でもゆかりさんが書くお芝居面白いです。とても感動的な、その感覚を持ってる人だったら確かにちょっと面白いかもな、うん、でそこからですね、実は、まあ、自分で作り演出もし、はい、総合プロデュースじゃないですか。そうですね。でじゃあシャンソンにそこからどう、そうですね、行くんですか。なんで笑うの。重たい話になりますけどいいですか。うわ、師匠さんにすいません、重たい話で申し訳ないです。重たい話で、まあ、重たい話の間パルちゃんの顔を映してあげて、そうですよ、柔らかい気持ちになって、バランスを取っていただいてね、パルちゃんのこの可愛らしい、可愛らしい姿をバランスが取れてるということで見て重い話をしましょう。はい、バランスが取れて見事隣で、はい、シャンソンに行ったの、はい、重い話していいですかって言うのすごい。そう、結構なんか私普通に喋るんですけど、重い重いってみんなにやっぱ言われちゃうんですね、小さい頃からのこう経験も全て、あ、それで舞台、私は役者しか行けないと思った時に、まあ私は劇団、まあプロデュースするうちに協賛を取れるようになって、でその協賛取るには法人相手じゃないといけませんということで、自分の会社を立ち上げることになりました、と。で、立ち上げてくれた人が私の恋人で、その当時のプロデューサーの役割でいたんですけど、その彼が10年前に休止を重くなりましたね、休止をしてしまってどっから重くなるんだろうと思って、休止をして、はあ、で、彼と共に同じ会社で、本当はこの彼女こそシャンソン歌手で売り出すつもりだったニューハーフの
元ギャルソンパブナンバーワンダンサー、愛ちゃんっていう私の親友がいたんです。2人とも50代とか年がだいぶ上の方なんですけど、その所属、唯一の私の所属していた親友のニューハーフの愛ちゃんが、彼が亡くなった3ヶ月後に、まあ、自殺をして、はい、で私が第一発見者で、彼も看取り、私は彼女も看取り、一人ぼっちになっちゃったわけです、うん、私はその過程を横で見てました。そうですね、本当支えていただいた親友がまたはるかちゃんなんですけど、はい、でしかもその彼は新宿で私暮らしていて、毎日歌舞伎町2丁目ゴールデン街というが庭みたいな男の人だったんで、まあ、毎日新宿に一緒に行ったんですけど、うん、なんか離婚、離婚してるから付き合っていたし、離婚しているから結婚できると思って4年間同棲してたら、はい、亡くなってお葬式に行ったら、はい、奥様がいて、息子さんもいました、ね、息子さんまあいるのはしてたんですけど、はい、席を抜いてなかったんですね、やっぱり。うん、なのに私お葬式に呼んだのは全部私の関係者で、うん、100人近く呼んだので、うん、もう家族がいる傍ら、来る人はみんな私に挨拶するっていう変な光景がお葬式の葬式には、まあ、笑っていいのかどうかって、まあ笑っときましょう、笑っていいんですよこれコントみたいなんですね、うん、はるかちゃんも、はい、来てくれてんですけど、はい、あその光景を見たんです、はい、そうな、でもそのやっぱ関係者からその時分かったんで、席やっぱ抜いてなかったから、お前とりあえず逃げろって逃がされてその彼の会社の元部下の人に、お前とりあえず逃げた方がいいって。でもやっぱ1週間後にね、やっぱ会うことになるわけで、うん、奥様から電話があり、うん、でいろいろ話し合って、別に私を責めるとかそういうことではなく、まあね、まあ、うちの主人がね迷惑かけてませんかっていう程度の感じで、あともうね、なんかこう、あなたのことは知ってましたみたいな、本当はね、もうちょっと私が早く離婚してあげればね、あなたにあげられたのに、で、そんな感覚なんだね。いや、奥さんが彼のジャージを着て、あの会いに来るんですよ、私に。彼も彼女もすごく愛してた旦那様だったんでしょうね、うん、だからもうすごくすっかり仲良くなって、うん、2年間ぐらい交流はありましたけど、今はない。だ、うん、そういうことがあったんで、うん、すっかり私はもう自暴自棄になっちゃって、うん、さもう人生面白くなくなっちゃって、3年間ぐらいもう新宿で飲み歩く生活をしてた時に、はいはいはい、昼も昼カラオケ行き飲んで歌って、うん、夜もバイト先のスナックで飲んで暴れてみたいな生活をしていた時に、そのあのお客様の一人にシャンソンが似合ってるよって、あ、なんか人生歌えそうといい、うん、歌えそうとか、なんかシャンソンが合ってるよって言って勧、うん、められて、シャンソンを聞いたら、そこなんかそのシャンソンの歌詞が私の人生とそっくりな歌が何曲もあったので、あ、私これ歌うしかないわって、で最初自己満で入ったんですけど、うんうん、今はもうあのピアフに出会ってからは希望を見出して、うん、ピアフのお芝居をすることと、ピアフの歌を原曲で歌い続けていくこと、パリで公演すること、いろんな人生の目標ができて、今はもう明るく生きてます、うん、ということです。すごい、このどう盛り上げていったらいいのかドラマのようなそうそう、まあそのドラマ映画の感覚に近いのか、いやいや、いつかね、だから本を書きたいなと思ったり、はい、映画にしたいなと思ったりはして、うんうん、私の中でこう、ね、ネタとして、いろんなことは貯めてますけど、うんうん、もうエディット・ピアフに出会うまでがここまで重いとはねこんなに重くて、よかった、バルちゃんがいてくれてよかったです、ね、だから多分カメラは時折バルちゃんを抜いてたりするんだろうけどよしよし、話が重いからそうそうそう、私もう過ぎた話なんで、もうあの今はね、あの明るいのでいいんですけど、それを見てて、はるかちゃんも多分だいぶ辛かったと思いますけど、はい、もうすごい支えていただいて、そうね、まあ、ね、友達がそう言って、支える方というか、その見てる方も確かに辛いっちゃ辛いもんな、そういうの別に本人のことだから手出してるわけじゃないじゃない、そうですね。東京ボーダーレス TV。